今日はこちらが届いております。はい、というわけでじゃあ早速開けていこうと思います。本当は昨日が発売日で、昨日届いてたんですけど、まあ週末まで取っといた方がいいかなと。というか週末の方がゆっくり撮影できるので良いかなと思って今日まで開けるのを我慢しておりました。パカッ。もうね、見るからに箱からちっちゃいんですけど、これが本体。じゃんじゃーん。もちろんホワイトを購入しました。ちっちゃいね、確かに。まあ、とりあえず開けましょう。まあ、ストラップと、なんだ。あ、これあれです。もふもふ。風防です。すごいなんか、なんだろう、これ。なんだかわかんない、一瞬。はい、風防。あと、バッテリーかな？バッテリー。はい。アルファセブン4とかと同じこの NPFZ100 ってやつが入ってました。キットレンズ付きのやつは、ちょっとなんかレンズ使わない気がするので、今回は本体だけを購入しました。シンプル。中身シンプル。なんかあれですね、パッケージもソニーは徹底してて、完全にプラスチックとかビニールを使わない梱包になってます。はい、中に入ってたものはこんな感じ。ストラップ、本体、風防、バッテリー、あと説明書。なんか今気になったんですけど、この説明書の中に、まあ、保証書とかいろいろあるんですけど、ここに、アップグレード Your Camera for 4K 120p レコーディングって書いてあって、なんかアップグレードしましょう。そうすれば 4K120p 撮影可能になりますって書いてあって、ここに、QR コードがあるんですけど、これ何なんだろう？ソフトウェアアップデートしてねみたいな意味なのかな？ちょっと後でやってみます。で、まあこの正直ストラップはちょっと使わないと思うのでしまっときます。で、本体見ていきますと、こんな感じで、まあ操作系統はかなり絶対SVE10 に似てる感じですね。ここに、撮影モード、写真、動画、スローモーションとクイックの切り替えがあって、動画録音ボタン。で、スイッチのオンオフボタンとズームレバーがあって、ここに何だろう、露出とか調整するダイヤルがあり、ここメニューボタンで、裏面はこんな感じ。で、液晶はこんな感じで。ここまでか。バリアングルになってます。で、そこはこんな感じで、この部分に三脚穴があって、もうこれ α7IV とかと同じだね。で、ここにバッテリーを入れると。バッテリー入れちゃおう。よいしょ。はい。で、こっち側は何もない。こっち側に、ここが USB Type-C の端子とマイク端子。そして、ここに SD カードスロットが1個。
ありまして、ここがこれですね、マイクロ HDMI とイヤホンジャックという感じになっております。まあさすがにやっぱり厚みはやっぱり ZV-10 よりありそうな気がする。はい。で、この風防ちゃんをつけよう。ここがマイクになっているので、ここをこんな感じで多分覆うように、この風防がつく形です。キャップを取って、よいしょ。ここに。毛が。よいしょ。こんな感じかな。ちょっとね、毛が寝ちゃってます。なんか心なしか ZV-E10 の風防より毛足が長い気がする。なんか綿あめ感があります。風防つけるとこんな感じ。ちょっと背景白いので見づらいかもですが、なんかちょっと毛足が寝てて、なんか寝起きの寝癖がひどい人みたいになってますけど、まあ可愛いんじゃないでしょうか。はい。ちょっとせっかくなので、この状態で重さがどんなもんなのか実測をしてみようと思います。ズン。495.7、500g 切ってるんだね。まあなのでこれに、400g 台のレンズをつければ、まあなんとか1キロいくか1キロちょっと超えるかぐらいの重さで運用できるって感じかな。で、やっぱ気になるのはサイズ感な気がするんですが、ZV-E1 と ZV-E10 並べてみるとこんな感じ。やっぱり厚みは ZV-E1 の方が確実に厚くなってますね。で、正面から見るとこんな感じ。一回り大きいですね。厚みなんかは結構こう裏から見ると違いがわかるんじゃないかなと思います。で、裏面はこんな感じ。ね、ZV-E10 の方がなんかボディサイズがちっちゃい分、画面が大きく見える。目の錯覚ですね。あ、画面に貼るフィルム買うの忘れた。で、グリップ側はこんな感じ。ZV-1 の方が俄然グリップが深いので、ホールド感はあるなという印象です。はい。まあ、デザインとしてはほとんど同じですな。まあ、ここのダイヤルの色が ZV-A1 は白、ザ・ ZV-E10 はシルバーになってたりとか、あとはこのアルファロゴが ZV-E1 はグレー、ダークグレーみたいな色なんですが、ZV-10 はこんな感じでシルバーなんですね。ピンときてるかな。まあそんな違いかな。もう本当なんか兄弟って感じですね。まあちなみに測ってみると ZV-E10 はこのキットレンズを含んだ状態で469。なのでやっぱ ZV-E10 の軽さはやっぱすごいですね。
ちなみにお話ししてしまうと、やっぱりこの ZV-E10、若干このグリップの部分に、まあ、黄ばみってほどではないんですけど、やっぱ新品のこの ZV-E1 と比べると若干くすんだ感じがしてきてるのと、あとやっぱりブラック、そもそも多分ブラックのボディを塗装してるっていう仕上げの、もうこれは宿命だと思うんですけど、こんな感じでぶつけたりとかすると結構白い塗装を剥げてきちゃうので、今回の ZV-E1 もホワイト買った人はぶつけたりしないように、手荒に扱わないように気をつけた方がいいんじゃないかなと思っております。なんかね、これも剥がれにくく改善されてたりとかしてると嬉しいんですけど、どうだろうな。で、アルファセブンフォーとも比べてみたいのですが、残念ながらちょっと今これを撮るのにね、今ここで使っちゃってるので、残念ながら比較ができないのですが、見てみたところ、この厚みに関してはやっぱり俄然 ZV-E1 の方がアルファセブンフォーより薄くて、おそらくやっぱりボディサイズはアルファ 7C と同じぐらいなんじゃないかなと思ってますね。はい。いや、それベースで作ってるんじゃないかな、きっと。はい。で、レンズなんですけども、とりあえず、この最近アルファ7-4と愛用してるタムロンの2040をつけてみようと思います。ちょっとね、ソニーの純正レンズ使った方が手ブレ補正とかをね、フルフルで活かせるんだと思うんですけど、私ちょっとソニーの純正レンズがあんまり好みじゃなくてですね、持ってないんですよね、実は。 はい、こんな感じ。まあ、2040、これだいぶこのスペックと写りにしてはコンパクトなレンズですけど、このコンパクトなボディにつけてしまうとなんかでかく見える。 かわいそうだな、なんか。まあ、ZV-E10 の時もね、ひたすら私は言っていたんですが、シルバーのレンズをもっと拡充してほしい。もう限定発売でも何でもいいから、コンパクトで写りのいいズームレンズでシルバーのものを出してほしい。単焦点でもいい。じゃないとなんかこの可愛さ生かしきれないですよね。どうなんだろう。思った以上に気になるな。想像していた以上に気になる。まあ、とりあえずこれで使ってみようかなと思います。で、じゃあ電源を入れていきますか。はい。カメラ、このカメラの一定の機能では静態データを利用することがあります。なるほど。おう。ここから出っ端からスマホと接続せよと。なんかこのスマホにつながるアプリみたいなのが新しくなったんですよね、確か。そういえばインストール、こっちにまだインストールしてなかった。めちゃくちゃポイント低いけど大丈夫か。手持ちで撮影せずに三脚などをお使いの際は、自動電源オフ温度を高に設定することで記録時間を長くすることができます。設定しますか。あとで、エクセルマッピングを実行します。オッケー。オフ。電池が少ないので実行できない。本当だ。ちょっと充電しないとだな。もうなんかそもそもこの画面が全然、
これまで使ってきた α シリーズとかも全然違う。これあれなのかな？ FX シリーズ系のメニュー構成なんですかね。とりあえず充電せねば。で、SD カード。ちょうどこのプログレードの SD カードが貼ったので、こいつを入れます。よいしょ。で、とりあえず基本的に撮る設定をしよう。まず、シャッタースピード。シャッタースピード設定したい。シャッタースピード固定したい。どこ？ 思った以上にわかんないな。あれ？お任せオート。これかあれか、なんか今撮影モードがお任せみたいなやつになってるっぽい。ここか。撮影モードをお任せじゃなくて、マニュアルにします。で、シャッタースピードどこ、これか。とりあえず、シャッタースピードは50分の1に設定し、 ISO は一旦オートにしておき、ここでマイクの指向性を全方位、後方、オートで変えられるみたい。で、シネ Vlog。こっちシネ Vlog のオンオフができて、クリエイティブルック。商品レビュー用設定、認識対象を動物鳥、昆虫、車列車、飛行機、人物、オートフォーカスの認識対象ってことですな。すごいね。めちゃくちゃいろいろ認識してくれる。まあ人物にしとこう。で、ズーム。で、ここ再生か。あとあれですな、フレームレート等々設定したい。動画設定、記録方式、オールイントラ 4K で、記録フレームレート、私はいつも 24P なので 24P。とりあえずこれでメディアをフォーマットし、とで、私がいじりたいのはどこだ？ちゃんと説明書を読んだ。この露出色のとこの、ここだった。カラートーン。クリエイティブルックピクチャープロファイルで、とりあえずいつも、α7-4 で使ってる。まあ今もそうなんですけど、この S シネトーン PP11 で一旦使ってみようかなと思います。ZV-E1 は他にも、ね、もっと手軽にいい感じの動画の色をこう手に入れるような機能もあるし、まあ、今後いろいろ使っていきたいと思ってますが、一旦こんな感じで、今撮ってる α7-4 と同じ設定で撮ってみたいなと思います。じゃあ今日はちょっとこの後美容院などに行くので、このまま撮ってみようかな。もう早速。はい。そうだそうだ。冒頭になんか 4K120p が撮れるようになるみたいなことが書いてあるチラシが入っていたぞというお話をしたんですけど、どうやら後日こうアップグレードできるライセンスが配布されるようになるみたいですね。
カミングスーンってなってて、今年の6月予定ってなってます。このクリエイターズアップに登録しておくとお知らせを受け取れるということだそうです。これすごいね、楽しみですね。ネギシオムロめっちゃ並んでるじゃん。ね。ダメよ。なんかソニー純正レンズを使ってるわけじゃないけど、アルファ7-4より手ブレ補正がよく効く気がする。すごい行列だな。ランチでよく来る海南鶏飯食堂。ファイブってことはここ5店目なんだ。時給1200円。あ、ライスの調整できる、うん、あ、じゃあ M でライスをお願い。はい、鶏皮なしライスをお願い。ナッツタイプ、ライスソースをお代わりできますのでお買い上げください。はい。じゃあ、もう最初に全混ぜするタイプですね。最初に全混ぜするタイプです。あのシンガポールでこうやって食べてるおばさんを見かけてから、もうそれをリスペクトしてると、この食べ方を続けてる。働いている宮地さんが見える。すぐ分かる。美容院完了。戻ります。前髪を切ってトリートメントしてきました。あ、生き返った。完璧。おじさんも髪を切ったみたいです。さっぱり。いい車ばかりが走っている渋谷。いや、ほんと人が多いな。なんかすっごい久しぶりに西武来た。ドアが閉まります。ドアが閉まります。お、あるある。いや、待って、お待ちください。西武渋谷店自体が55年ってこと？すごいね。こんな昔からあるんだ、ここ。おお、オープン昭和43年だって。60年代。そりゃ50年も経ちますわ。確かにちっちゃいね。明らかにちっちゃいね。なんか半分のサイズになってるんじゃないかって昔。あ、どうだろうな。カットは変わった。なんかちっちゃくなった気はする。まあしょうがないです。おいしい。嫌な予感。マイクの指向性がずっと前側になってた気がする。オートにしてたつもりだったのに。でマイクを今オートだけど、オートから
前方にするとこんな感じで、後方にするとこんな感じで、前方位にするとこんな感じ。とりあえずオートにしておく。昔の渋谷の写真があるのかなと思った。らそうじゃないんだ。そうじゃなかった。昔の渋谷っていうハッシュタグで投稿された写真たちってこと。これはちょっとガチ系のやつですね。おお、これは昔の渋谷だね。ああ、モノレールみたいなのが、ケーブルカーが通ってたやつ。はい、帰ってきましたが、やっぱりこのレンズだけが真っ黒な感じが非常に気になる。そしてこのヨセミテストラップ一旦つけてみたんですけど、なんだろうこの感じ。シルバーのレンズが欲しい。そしてツイッターで見てる限り、本当に今回の ZV-E1 は黒いボディを買ってる人が、私の観測範囲だと 100% ですね。まあそうだよな。ちょっとこの白いボディに黒いレンズをつけることに対して私が耐えきれるか、ちょっと気分上がんないな。まあでもなんか手ブレ補正とかはすごい効くし、やっぱ軽くていいなという感じはするのですが、本当にこの黒いレンズと白いレンズのミスマッチ加減だけが最高に気になります。まあでも引き続き使ってみようと思います。